どうも、チェシソルです。ということで、今回じゃあベジータのエピソードバトルを、初めから、さっさと始めるぞ。やってみましょう。ここまであるんやろ。これも、力の大会までありそうやけどね。このベジータかっこいいな。これはサイヤ人が襲来したところから始まるってことだよね、多分ね。襲来した側か。悟空じゃない、地球で悟空に敗北したベジータは、ナメック星に向かい、永遠の命のためにドラゴンボールを探し始めていた。あ、ナメック星からか。しかし、フリーザからベジータの抹殺を命令されたキュイが、後を追ってきて、ベジータの前に現れる。地球での実戦経験をし、キュイを上回る戦闘力となっていたベジータ。勝てる？キュイは、ベジータと手を組もうと言いながら、ベジータに不意打ちをしようとするから、このやつ多いな、フリーザ君。お、外した？消し飛んだ？ゼメ見やがれ！このパターンはもうお前終わってるわ。いくら戦闘力が上でも、不意にこれを食らってはひとたまりもあるまい。元気玉食らって生き延びたやつだぞ。貴様ともあろうものが。なんとも情けない作戦だったな。呆れたぜ。ちょっと相手が悪かったな。耐久力ベジータすごいからな。元気玉食らってご飯に踏み潰されて。いつの間に4倍海洋拳カメハメハ食らって戦闘力が上がったということはスピードも上がったということだ。戦闘力というのはやっぱその総じてそれだもんな。つまり今ので貴様は完全に俺を怒らせてしまったわ。ああ怒らせ、もう今頃な、怒らせてなかったらもしかしたらヘイヘイと言ってカプセルコーポレーションにいたかもしんないのに、ね、残念だったな。未来さえ読めていれば。あの赤いのいいな。これでスパーキングで。俺が宇宙一なんだ。ちょっと虚しい叫びやな。サイヤ人は戦闘種族だ。やめるなよ。ここさえればもう終わりよ。一瞬。お、貫いた。殺してやるぞ。なんかもっさり感すごかったけど当たったらちゃんと。死ね。汚ねえ花火だ。ああ、不意打ちさえしなければな。お、何、取得済みのアイテムのため銭にもらったら何か買い物できるか。スカウターから聞こえたフリーザたちの通信によれば、ドラゴンボールというやつは7つ集めんと効果がないらしい。スカウターってその通信機の役にもなってるんだ。よし、俺が一つだけ探し出しておこう。奴らが残りの6つを集めた時点で隙を見つけて揃わないってことだからね。一つだけ持ってればね。ドラゴンボールが全て揃えば俺に永遠の命が手に入る。そうなればフリーザを倒すのも夢じゃない。永遠の命か、なんかしんどそうなんだよな。奴さえ消えれば俺がナンバーワンだ。全宇宙はサイヤ人のベジータ様が支配する。悟空に負けたことはこれ忘れてるの、これ記憶から消えたってこと。ナンバーワンだ。お、ドドリア、ピンクだな。ベジータはドラゴンボールを探してる最中にドドリアを発見し、戦いを挑み倒すことに成功した。え、こうカットされんの。ドドリアの話からナメック星に地球人が来ていることを、お、と疑うベジータはその姿を探していたが見つけることができなかった。隠れてたんだ。そして探すのを諦めてドラゴンボールを入手するためにナメック星人の村へと向かう。ナメック星人の村を襲って4通信中だけを手に入れると、ベジータはそれを水中に隠し残る1個のドラゴンボールを探すが、そんな簡単な方法でいい、水中に隠すとか。同じくドラゴンボールを探すザーボンの前に姿を現し、ドドリアの次はお前を倒すと宣言するのだった。あ、ここは戦うんだ。ベジータ、貴様、なぜフリーザ様に逆らおうとする。俺はあのフリーザって野郎が前から気に入らなかったんだ。
怒り高いサイヤ人は人に命令されるのが大嫌いでね。めちゃくちゃでもなんか飼いならされてたよな、サイヤ人全員が。ブリーザ様がそんなことするわけないだろうみたいな、バーダックにさ。これまでは奴の力にねじ伏せられてやむを得ず言いなりになっていたが、やむを得ずな、もちろんみんな やむを得ずだから全サイヤ人。ひょんなことから永遠の命を手に入れられることを知った。永遠の命って何なんだろうな。ドラゴンボールのことだな。そう、ドラゴンボール。フリーザなんかにくれてたまるか。永遠の命さえ俺のものになればフリーザに勝つチャンスが必ずやってくる。これすごいな。でもいいよな、そのいつか勝てるっていう。愚かな。永遠の命だけでフリーザ様に勝てると思うか。いつか勝てる理論だもんな。何だろ、1万年ぐらい待てばいいもんな。おしゃべりはもうおしまいだ。サイヤ人パワーをたった今何それ見せつけてやる。だってサイヤ人パワーとは何だ。なんか新しい国宝生まれたな今。サイヤ人パワーで。サイヤ人パワーを見せつけやらないと。これかな、スパーキングかな、これのことかな。俺が宇宙一なんだ。これがサイヤ人パワーかな。驚いた。確かに素晴らしい進化。外れた。だがそのせいで貴様は長年眠らせていた私の真の力を目覚めさせてしまった。え、面白い冗談。封印された。なぜ真の力を使わずに眠らせておいたか、貴様が死ぬ前に教えてやろう。真の力を発揮するには変身せねば。変身？だが変身した姿は醜い。美を好む私にはそれが耐えられない。あ、それ斜め、すごい斜め。死を選ぶよりは変身を選ぶ。すっげえ斜めだった今。見せてみろよ。ここ見えんのかな。なんかちょっと変身か。今見せてやる。変身、変身。確かにこれはびっくりして戦闘終わっちゃった。あまりの変態ぶりにびっくりして戦闘終わっちゃったんだけど。あ、揃った。何、何する、どういうこと、などういう状況これ。投げたけどこの辺知らないんだよな。変身したザーボンにかなわないベジータは隙を見て脱出。あ、負けちゃったんだ。さらにフリーザが集めたドラゴンボールを奪い、残る一つのドラゴンボールを持つクリリンを追いかけ始めた。そして追跡したザーボンに見つかってしまうが、サイヤ人は戦闘種族だ、なめるなよ。またあれじゃないのこれ、今ブルマいたじゃん背中に。守ったんじゃないの、不意に。そんなつもりなかったけど。でそこでキュンって、ベジータは瀕死から復活したことで戦闘力が上がり、ザーボンを倒す。これすごいシステムだよな。そしてギニュー特戦隊という強敵が近づいているのを感じ、一時的にクリリンたちと協力して先に願いを叶えようとするが、叶える前にギニュー特戦隊に追いつかれ、さらにドラゴンボールを奪われてしまう。おお、すごい超能力で封印を打ってグルドを倒すが、特戦隊はまだ4人残っている。ベジータはこれから始まる死闘に震えるのだった。どっちなんだろう、武者震いかな、怖えなのかな。さあベジータちゃん、今度は俺たちの番だよ。おお、ダメだ、おしまいだ。特戦隊ディフェンド。これいいな、これポーズ。はこいつ、こいつ仮面ライダーの変身待たないパターンだろう。まだまだまだ。おい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 、仮面ライドしてるときにこれ待たないのか、これ。はーい、全然無傷や、無傷ではないか。さあそろそろ始めようぜ。全然本気ではなかった。連打では負けない。いい気分だぜ。ためろ。ちょっと頭に来ちゃったかな。こっちだ。ほらよ。あれ。もう一丁。結構ボロボロなのに服だけなんだろうな、ボロボロなの。
気になっちゃいないぜ。俺が宇宙一なんだ。うっ、止まった。勝ちだ。サイヤ人は戦闘種族だ。そうだな、やめるなよ。なんだ、あ、今めっちゃ、うん、おいった。いや、思いっきり今急所殴んなかった今。もっとビシッとした場所はないのか。ないんなら、そろそろ殺しちゃうけど。な、本気の技出していいのか。いいか。化け物め。おいの師匠だい。トー。ヤリック砲。ゲーム。終わりだ。勝ちだ。よし。ヤリック砲がどうやら効いていたようだな。あ、倒しきったわけじゃないか。なんか HP 残ってる割にはなんかあっさりちゃなと思ったけど、まだ全然倒しきってないんだ。ここで悟空の登場だっけ。あ、やっぱりおっ、ほら悟空。そんな感じじゃないか。強すぎる陸部の前にベジータ苦しんでいた。う、もうダメだ、おしまいだ。しかしその時ナメクスに到着した孫悟空が合流し、そのまま陸部をあっという間に倒すんだった。まあまあまあ、まあ、これはもうベジータさんがねめちゃくちゃ削ってたから。悟空の持ってきた扇子で傷を癒したベジータたちと戻ってきたギニューたちとの戦いが始まろうとしていたその時、その時ドラゴンレーダーを持つゴハンたちが先にドラゴンボールを発見しているのを見つけたベジータはシェンロンを呼び出したら二人を片付け願いを叶えてもらおうと考えている。卑劣なやつだな。そこへ悟空と体を入れ替えたギニューとジースが現れ、ゴハンとクリリンへと襲いかかるのだった。これを、おっと、貴様の相手はこの俺だ。ベジータが助けるわけね。ふざけるな、貴様がこの俺にかなうわけがない。これあれじゃない、これブルーマ目線で見たらあのクリリンたちを守るみたいな感じで見えてんじゃないの。これスーパーサイヤ人にな。タラメを抜かしやがって。恐れてんだよねスーパーサイヤ人ね、みんなね。伝説だけど強い。片手で、片手でってほしいけど。ジースは倒したベジ、ジースを倒したベジータはギニューと襲いかかる。ギニューはベジータと体を取り替えようとするが、悟空をとっさに、悟空がとっさに割り込み自らの体を取り戻すなった。傷ついた悟空をフリーザーに対抗するため戦力として復活、回復させ、それなりにベジータを休んでいた。しかしその隙にゴハンたちがポルンガを生み出してしまう。オッパルンガ、ポルンガみたいな、なんだっけ、プピピッとパロみたいな。さらに途中長老、最長老が命を落としてしまい、化石化した。そしてポルンガの光の柱を目指してきたフリーザーが姿を現すのだった。これ何の願い叶えたんだろう。初めてですよ、この私をここまでコケにしたおバカさんたちは。許さん。え、絶対に許さんぞ虫けらども。じわじわとなぶり殺しにしてくれる。ちょ、落ち着きなさい。やってみやがれ。今の俺がそう簡単にやられると思ったら大間違いだぞ。スーパー星人近づいてるからな。この俺は貴様の恐れていたスーパーサイヤ人になりつつある。そうなるぞもう。よくそんなおぼらが吹けますね、スーパーサイヤ人などと。いちいち勘に触る野郎だ。めっちゃ怒ってはるわ。ちょっとしゃくれたもんな、若干第二形態だ。フリーザなんかスーパーでは身長伸ばしたいって言ってたけど、これ伸びてるやんな。フリーザーの攻撃でしのいだ、攻撃をしのいだベジータは変身しろと挑発する。その挑発に乗ってフリーザーは変身したが、そこへ戦士型のナメック星人ネイルと同化し戦闘力が上昇したピッコロが現れる。ピッコロはフリーザーと互角に戦えていたが、フリーザーはまだ変身を2回も残していた。気持ち悪いやつもある。これ気持ち悪いやつ。再び変身したフリーザーに対してピッコロとゴハンが応戦するも、フリーザーはついに最後の変身を見せると宣言した。フリーザの変身が始まる中、ベジータは変身から復活すると強くなるサイヤ人の特性でパワーアップを図る。あ、わざとクリリンね。クリリンに命令して自らを半殺しに。嫌がってんじゃん、クリリン。これ逆いじめやぞ、こんなの。傷を癒す力をナメック星人のデンデに迫った。デンデは多くの仲間を殺したベジータを拒むが、ご飯に頼まれてやむなく回復させる。
ご覧に入れましょう。おー、これかっこいいな。ついに復活したベジータは、そして正体を表したフリーザへと再び挑む。このクソガキが、何しようこいつ。ぶっ殺されなかっただけありがたく思え。何しようこいつ。ドン引きやんけ。フリーザもちょっと引きつってやんけ、笑顔が。貴様らは邪魔だ。引っ込んでよく見ておくんだな。なんでこいつ点で殴ってんの。どういうこと。大した自信だね、ベジータ。それとも恐怖のあまり頭がおかしくなったのかな。頭おかしくなって点で殴ったんか。今のうちにそうやってニヤニヤ笑ってろ。ここにいるのが貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。これがスーパーサイヤ人か。カカロットの出番はないで。それはありがたい。これイフストーリーみたいなもんかもしれない。もしかしたらベジータ編という名のイフストーリー。やるか。今度は死ぬかも。死ぬかも。デンデンさん、ウォーミングアップはこれぐらいにして、そろそろその気になる。なんと。うってーご。やら、舐めるな。そう、こっちだ。読まれている。気が溜まるのめっちゃ向こうの方が早いんだけど。俺が宇宙一なんだ。何と、野人は戦闘種族だ。なんかちょっとこれぐらい。お、なんで外れた。そうだろ。野人は戦闘種族だ。やめるなよ。なんで、なんで、なんで、倒しちゃうよ、もうごめん。悟空本当にごめん、もう出番ない、マジで。終わり。ちょっと脅してやるか。当たっちゃった。死ぬかも。ウォーミングアップはこれぐらいにして、そろそろその気になろうかな。まだ本気じゃないのか。ギャリックホーディ。ギャリックホー。くそったれ。少しはやるようだね、ベジ。でもその程度じゃ僕には勝てない。まだ全然本気じゃないの。あ、終わったよ。スーパーサイジ見しちゃってあげてくださいよ。ねえ、言うんだからここまで。全然倒せて、全然削れてなかったな。あ、フリーザ、本気でやった方がいいぜ。こいつこそ、貴様の最も恐れていた。ちょ、余計なこと言うな。隙をつきたんや、俺は。その余計なこと言うな。スーパーサイヤ人だ。認めてんだよな、なんだかんだ悟空の強さを。知ってたはずだろう。僕がくだらないジョークが嫌いだってことをさ。わざわざとどめを刺すことはねえだろう。よく聞けカカロット。俺や貴様の生まれた星、惑星ベジータが消えてなくなったのは、フリーザが攻撃しやがったんだ。俺たち以外は全員殺された。頼む、フリーザを倒してくれ。頼む、サイヤ人の手。あ、これベジータ視点ね。これちょっといいよな。同じシーンでも視点がちょっと違うっていうのが。ナメック星編クリアしたんだ。え、あ、そうか、倒したのは悟空だから、悟空をプレイ、悟空は悟空編でやれよってことか。なるほど、そういうことか。え、なんか分岐あったかな。あ、どこも分岐ないな。ナメック星編は分岐ないけど、セル編でちょっと分岐がある。あそこあるな、なんか。あ、なんだあそこ。やってみるか。いいね、ベジータ視点で。あそこで終わってんのか、ベジータ視点では。あのあと悟空とフリーザが二人っきりになって、スーパーサイヤ人になって、
終わりだもんな。いいじゃん、めっちゃええやん。俺が来ようと俺は負けん。ね、ベジータが生きていた後生きとるやんけ。スーパーサイヤ人に覚醒した悟空がフリーザを倒し、ナメック星での人まま殺した。一方地球ではフリーザ軍に殺された人々がドラゴンボールによって蘇っていた。同じくドラゴンボールの力で蘇り地球へ来たベジータは西の都にあるブルマの家に住むことになる。これはどういうことなんだ。そして悟空が戻ってきたと同時に未来からやってきたという青年は今から3年後人造人間が現れ、ほとんどのものが殺されてしまうと語る。そして時は経ち、青年の言った通り人造人間19号20号、2人の人造人間が現れる。戦いの途中悟空が心臓病になり倒れてしまうが、ベジータがその危機を救った。あ、そうなんだ。自分への怒りで突然目覚めたんだ、スーパーサイヤ人がな。そして覚醒したベジータは人造人間に戦い挑む。これどうなの、これは強いの、この人造人間の強いの。痛みを感じないんだろ、ラッキーだったな。なんか会話が始まるとしたけど、おーっつって終わったんだけど、このあれさ、なんかコラ画像がめっちゃ作られてるからもうそれにしか見えないんだけど。何をしても無駄だ。キム・ジョンウンかなんかのそのコラ画像が大量に溢れていて、あっちのがよく見る。これちょっと待って、何をしても無駄だ。ごめんなさい、お遊びはここまでだ。こっちも頭から突っ込んでたけど、あ、かっこいい。いつかスーパーベジータのビッグバンアタックだ。あ、このなんかちょっと若干見下ろす感じかっこいい。外れてるんですか。これちょっと使っていい。自分への怒りがサイヤ人の王子に戻る時だ。アフか、逃げたはず、恐れをなしたか。貴様もこれまでだ。何をしても無駄だ。足らない。同じようなやつ。何をしても無駄だ。構図が一緒やねんけど。かっこいい、ここ。いつかスーパーベジータのビッグ。当ててくれよ。ふざけたか。ほぼだめだ。このフリーザ軍のこの戦闘服は気に入ってんだな、意外と。ずっと着てるやん。お、隠れてんのこれ。くそったれ、思ったより素早いやつだ。ただ察知能力が、人造人間19号が破壊されて逃げ出した20号、その正体はレッドリボン軍のドクターゲロ。ベジータは研究所に向かったドクターゲロを追いかけるか。ドクターゲロは自らの手で目覚めさせた17号18号によって破壊されてしまった。さらに17号18号はもう一人の16号を目覚めさせる。すると人造人間たちはベジータたちに目をくれずどこかで立ち去ろうとする。ベジータは人造人間たちに追いつき、その前に降り立つとなった。どこ行こうとしたんやろ。よう、まだこんなところでうろうろしてやがったとは意外だったぜ。スーパーサイズでこんな維持できて大丈夫なのこれ。貴様らこれからどこへ行くつもりだったのか聞かせてもらいたいな。これ完全ヒーローのセリフなんだけど。孫悟空のところよ、殺しにね。やはりそうか。だが行くことはできんな、この俺が貴様らを片付けてしまうから。自信かな、やっぱスーパーサイズになったことによって自信はつくわな。サイヤ人というのはどうも自信過剰だな。孫悟空もそうらしい。半端なやつほどそのプライドのせいで早死にすることになる。プライドのせいでな、それはなんかありそうだな。人形のくせにガタガタ抜かしやがって粉々にしてやるぜ。いいわ、私がやる。
勝てんのかこれ。未来の世界では暴れまくったんだ。逃がさないよ。おやばい、ベジータさん話が違います。ベジータさん話、ベジータさん話が違います。眩しいちょっと待って、ベジータさん話が違う。ちょっと簡単に勝てるって言ったじゃないですか。レンダー勝てる。間違えた。何してんねん、何してんねん。これもしゃあないな。これはとりあえず当たってくれのあれ。あ、飛んでった普通に。こっち効いためるからね、向こう効いためれないからね。カラクリ人形、ダメージがあるのかどうかも分かりゃしない。ダメージはあるんだよね、さすがに。これ未来と現在で人造人間18号17号が性格違うのは、その目覚めた時期が違ってとかなんだよね、確かね。早期にこうゲロが、あの早期に目覚めさせてしまったから、未来みたいに殺戮はしないんだよね。プログラムがうまくできてないか、早く目覚めさせたことによってエラーが生じてるかみたいな感じなんだけど。お遊びはここまでだ。もう詳しくは知らないからさ。でもでもよそ見してたわけじゃないんだよな、おかしいな。買ったぞ。よしよし、なんか耳に残ってたな。カッターでいいんだよなこれ。やるじゃん、全然余裕じゃん。へえ、やるじゃん全然余裕じゃん。あれれ、来たか悟空。俺の限界はこんなもんじゃない。次こそ人造人を倒してみせる。そう考えたベジータはブルマに使用用の戦闘服を、その服で変わるんだ。急ぎよ、まあ気分の問題だもんな。そしてベジータは心臓病から回復して目覚めた悟空に精神と時を経の部屋の存在を聞く。ブルマから戦闘服を受け取ったベジータは修行の後トランクスと共に部屋へ入るのだった。もうこれ親子って知ってんのこれ。ベジータは己の力を保つため、そして限界を超えるために手合わせをしようと声をかける。新しい変身を父さんに見せるべきか。でも父さんのプライドが、父さんってこれ知ってんのこれ。ぼーっとしてるならちょうどいい、俺と戦え。それは構いませんが、その初めての対面なんだよ多分、初めてというか。隠したままにすべきか、伝えるべきか。父との再会みたいな。いいから全力で来い、手を抜いたら承知せんぞ。わかりました。あ、戦うのね、ムキンクね。これだけ圧倒して素早く倒せる。親子だよ親子、いいねなんかね。俺も親子で精神の時の部屋行きたかったわ。死用なんかしねえわ。敬いたまえ父よ。めちゃくちゃ見切られてる。まずい、本気を出そう。俺もお前にはできない。この貴様もこれまでだ。やっぱりあれを見せるのはやめておこう。何をごちゃごちゃ言ってる、勝負はまだついてないぞ。この子お遊びはここまでだ。あれスルッスルッって。これまでだ。
お遊びはこれまでだ。これまでだ。これよ。本気を出さないお前が悪いんだぞ。思ったより手こずったな。まだパワーが足りていないのか。どういう修行してんの。腕立て伏せとかではないよな、修行って。トレーニング。お、なんでこのこちゃこった。修行を終えたベジータたちはセルが人造人間17号を吸収したことを聞き、すぐにセルがいる場所に向かう。ベジータは変身したセルの前に立ち降り、的な笑みを浮かべた。よく見るがいいセル、貴様のそのいやらしい薄ら笑いを消してやるぜ。このキラキラしてる。バカな、貴様はベジータだろう。違うのか。こんな感じだっけ、フリーザセルの。違うな、俺はスーパーベジータだ。スーパーベジータさんだ。お腹いっぱいの時のセルみたいな感じになってるけど。もう勝ちだ。おー、今日のプロー脳内でこう作り上げられたセルのあれのせいで違和感を感じるだけなんだろうか。その身に巻き私のパワーを味わうぞ。まずい、あ、2回目がかわせない。スパイスが遊んでる間に。俺はスーパーベジータの様だ。まさか変わってる。思い知らせてやろう。一緒か。ちょっと若干でもムキムキになってるか。私のパワーを味わえ。俺のパワーを味わえ。思い知らせてやる。ちょっとあれ、これスピードが落ちてるのかな。俺はスーパーベジータなんだ。あ、でもファイナルフラッシュになってるな。完全体に慣れさえすれば。貴様が完全体になりさえすれば、この俺には負けんというのか。かっけーな。その通りだ。絶対に負けはせん。いいだろう。貴様の罠にまんまとかかってやる。これ何、これ完全体とやらになるがいい。行け父さん。トランクス、邪魔をするな。急になんか出てきたぞ。急にセルがトランクスになった。そりゃそうだよな。行けよ、入ったから。お前何考えてんねん、なるわな。もうちょっとどっちがどっちか分かんない。ちょっと待って、ね、どっちがどっちか全然分かんなかった今。俺はスーパーベジータなんだ。言いたいだけなんだ、ね、スーパーベジータなんだ。これはトランクスが正しい。急に当たるかな。受け止める勇気があるか。受けてくれ、まともに受けてくれ、頼む。そんな忖度忖度入った。おーい、セルに見つかったぞ。これは18号に言ってんのかな。おーい、俺父さんは間違っている。そりゃそうだ。あいつを完全体にしてはいけないんだ。ほんまその通り。俺はそんなもの見たくない。
地獄のような未来はもうたくさんだ。戦いたいみたいな、その戦闘本能かな。俺は奴の完全体を阻止してみせる。俺を倒すだと第一貴様に父親が攻撃できるとは思えんが。めっちゃしてたけどな、さっき。クソだったか。トランクスのやつ本当にセルが変化していく。いよいよ完全体とやるのお出ましか。今度こそがっかりさせるなよ。めちゃくちゃかっこいいよね。イケメンだよな、完全体。やはり完全体といっても大したことはなさそうだ。大きさも前より縮んでいやがる。大きさ関係ないんじゃん、あんまり。あんなカスみたいなやつを見たぶって嬉しいか。どうやら思った通り完全体になっても大したことはなさそうだな。こいつは失礼した。では君が私のウォーミングアップを手伝ってくれるかな。いいとも、ウォーミングアップでおしまいにしてやるぜ。よろしく。ベジータなんかよろしくいいな、今よろしくよろしくいいな。どうなのこれ、ベジータちょっとムキムキすぎんかな。オルトラ逃がさん。普段デスビーム使えるか、これなんで使えるんやろ、デスビーム。まあなんかでも放出放出能力1個あればなんかできそうな気もするけどね。特質系じゃないからさ、技が1個のスキル1個カメハメハみたいなの覚えたら応用的には一緒なんだろうな、多分。強化系と放出系みたいな感じでしょ、おそらく。何怖い、この私に近づいた瞬間。これやばいやつだ。超読まれた動き。ビジタやばい、これビジタやばいわ、思ったより。ビジタこれ思ったよりやばいわ。俺はスーパーベジータなんだ。もうなんかそんなこと言ってる場合じゃない。やばい、いかんいかん。これもう曲げイベンじゃないのかな。リトライで出るかな。これはもう結果こうなるよ、どっちにしろ。これリトライしてもこうなんねやって。リトライしてもこれなんだって未来、絶対。こいつをまともに受け止める勇気があるか。これファイナルフラッシュ打てばいいの。無理だろうな、貴様はただの臆病者だ。俺はスーパーベジータなんだ。これいける、当たるかな。まともに受け止める勇気があるか。2回言った、まともに受け止める勇気があるか。ファイナルフラッシュ、受け止めてくれ。完全体なんだ、受け止めてくれ。貴様もこれまでだ。そうか、やっぱり発展に行かないと。これでとりあえず殴って吹っ飛んだとこ打つか。これは当たるでしょ。3回目です、受け止めてくれ。これはもう倒したんじゃない。セルゲーム始まらないわ。手応えあったぜ、ざまみやがれ。まだでも影が残ってるな。ウサギの耳に見える。お手超スーパーベジータとなったファイナルフラッシュでも完全体のセルにはかなわなかった。その後セルの怒涛の攻撃で倒れてしまうベジータ。トランクスが気絶したベジータを救出しようとしたが、
攻撃を当てることができないままセルに負けてしまう。そしてセルはセルゲームという戦いの場を用意し達したのだった。とどめは刺さなかったんだ。ご飯を倒すんだよね、これね。セルゲームでは悟空がセルの呪縛から地球を守るために死亡し、息子のご飯がセルに勝利。それを見届けたベジータは戦う目標を見失う。しかしこれいいよな、ここな。しかしトランクスが未来に帰る日、ベジータは不器用ながらも息子を見送るのだ。ここいいよな。ピシッてこう指でピシッて、いいじゃん。ベジータ親子してんね。でここなんか分岐あるよな。ここなんだったんだろう。ここなんだろう。セルを撃破しない場合ってこと。なんか上に行くよな。ちょっと内容だけ見よう。何をすればあれが分岐になるか。アナザー、これを羨ましいと思うやつもいるんだろ。生まれたいって。さあ見るだけね。あ、間違えた。アナザー、あれアナザー、ここじゃないぞ。でもこの次のバトルかな。まあ、じゃあ次回でいいか。はい、ということで、じゃあ、時間もなんで、この辺で終わっとこうかな。ベジータ編も結構面白いな。なんかどっかから分岐でやってきてない、これ。待って、どっかから分岐でやってきてるぞ、これ。お、なんだ、ここ。え？ここも分岐あんじゃん。なんだ、これ。時間経過。18号撃破。トランクスが撃破。ここさらに分岐ある。おい、なんだこれ。さらになんか続くぞ、こっち。これ多分絶対あれでしょ、長いアナザーストーリーでしょ、完全に。いいじゃない、楽しみ。まあ普通にクリアするけどね。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。長い時間ありがとうございました。またよかったら見てください。それじゃあね、バイバイビー。オツです。